はい、始まりました。ザ・ノイジーズ。よろしくお願いします。とも。いつもご視聴ありがとうございます。えっ、ー、ということですね。今回は新作映画レビューということで、えー、こちらは、えー、公開ほやほやの映画、シビルウォーアメリカ最後の日について、 1> 私一人になりますが、語っていきたいと思います。で、こちらの2024年の春ぐらいに公開になって、半年遅れて今日本公開ってことで、こちらはですね、アレックス・ガーランの監督、エクス・マキナとか、こちらのアナイアレーションとかでね、結構 SF 的な映画を撮って有名になった監督の最新作になってます。まあ内容はね、まあもうネットでいろいろと、えー、予告編とかで流れてますけど、まあアメリカが、えこちら州で、 いろんな集があるんですけどそちらが分裂として内戦状態になったアメリカを舞台にした作品ということで主演の方がキルスティン・ダンストさんね私が大好きな女優さんでございますねあの侍女版のスパイダーマンだったりとかあと私がね大好きなウィンブルドンこちらが本当にあとスモール・ソルジャーズとかね本当にあの、まあ、ちょっと気持ち悪いって言われるかもしれないけど本当に私 あの大好きな女優さんでして、こちらがね、まあ、久しぶりっていうわけではないんですけど、えー、こちらが、えー、戦場カメラマン、戦場記者って言いますか、えー、そちらが主人公になって、えー、こちらね、内戦状態で、まあいわゆるこの私たちが今知っているアメリカ大統領、そちらの陣営がですね、もうかなりもう劣勢に追い込まれていて、まあ,むかあの昔の南北戦争ってあったんですけど、まあその時のまあ、まあ、南部がですかね、今回攻めているのは。 そちらにあの攻められていていよいよもう陥落寸前というところでこの、えー、キリスティン・ダンストさんが演じる、えー、戦場記者とあとそれ以外の同じ、えー、戦場を結構、まあ、メインであの取材していた取材なあの記者仲間とあと,、えー、とダンストさんみたいな、まあ、カメラマンで記者になりたいっていうね これを死亡している20代ぐらいの若い女の子。この4人が、えー、戦争をやってる中のこれをかいくぐっていったわけでは、その、えー、陥落寸前のホワイトハウスに行って、アメリカ大統領に独占インタビューを取ろうって特段をね、狙っていく中で、この,あのロードムービー的な感じで、途中の行き先々で、この内戦状態のアメリカが何が起きてるのかということがね、この記者たちの目線を通して、観客がそれが擬似的に体験するみたいな、えー、作品になっております。 こちらね、アメリカの内戦を題材にした映画としてはね、これは何年前なんですかね、こちら、ブッシュウィック、武装都市とかですね、日常生活が戦場になるっていう意味では、これ内戦ではないんですけど、こちらね、えー、と昔、若き勇者たちっていう映画があったんですけど、まあ、それと同じ頃なのかな、えーと、アメリカっていう映画でね、 えー、若き勇者たちも同じですけど、これは、えー、とソ,連ソビエトに占領されたアメリカっていう題材でね、まあ、内戦ではないですけど、この架空、えー、と核って言いますか、いふ、もしこうなったらみたいな感じの目線で作られた作品がなんかあったりとか、あとですね、えー、こちらは、まあ、本当にあの今回は、まあ、言ってみれば、今回はセカンドシビルウォーっていうことになると思うんですけど今回のシビルウォーって。まああの最初のね この南北戦争、この南北戦争で、えーと、南部側が勝ったアメリカ、そういう歴史だったらどうだったか、どういうアメリカになったかっていうね、そういったあの、えー、南部が勝利した、えー、その後のアメリカっていうのをですね、これドキュメンタリー風にこうう作った、ね、作品、CSA っていうですね、えー、こちら、The Confederate States of America っていう、なんかね、ちょっとこういう変わり種のね、ドキュメンタリーたちの作品があったりとかですね。まあ えー、あと、えー、これはアメコミがだあの原作なのかな、DMZ だったかな、非武装地帯っていう作品も、これもユーネクストの方で配信されたり、えー、してるんですけども、まあ、いくつかね、アメリカが内戦になったらどう,どうなるかっていう作品がいくつかあ,のあったりするんですけど、まあ、今回のシビローが、それの最新版というような、えー、ものになってます。であくまででも、ね、あの私一個人の、まあ、本当に主主観観的なな、まあ、感想は主観なんですけど え感じなんですけどうーん今回のシビルオーアメリカ最後の日は非常にあの淡々としたあの感じであんまりあの気象転結みたいな感じでこんなにひどいことを人間がするんだとかそういうこともなく今の時の感じで本当にあの主人公たちも記者ですから、まあ、あのカメラって言いうんですかファインダー越しに起きていることをとにかく撮り続ける記録するっていうような目線でやってるんで特にそこであの恐ろしいとか人間は多く。 こここういういいとととったらおかかしなことをするとかあのアメリカが分裂してこういうことをすることに関していいのか悪いのかとか、そこに関しては全く一切論じることもなく、まあ、淡々と描いてるっていうところで、さすがに今時の映画なんで、本当にあの銃撃戦とか戦闘シーンも迫力がありますし、えー、特にね、なんかその見ていてテンションが落ちるってこともないんですけど、 うんまあ、私がもともと A21 の映画っていうのはねあの、なんか前にね、大ちゃんとあの、なんかな、なんかあんま乗れないなって話もしたんですけど、まあ、私なりにね、なんかやっぱこういうのがあの、今はジャンル映画っていうね、本当にチュドーンみたいな、なんか、今回のシビルウォーみたいな感じも、別にあの大統領が最後でね、なんかライフル撃って最後、ドカーンみたいなことも別になくですね、あのそんなね、あの私が大好きなバカな展開ではなくて、 えイとエンテオーというのは、いわゆるもうその芸術的な映画、もうドラマがあって、人間ドラマが重視で、あまりあの今時の映画ですから、えっと、その情報の整理もちゃんとされていて、伏線もちゃんと回収されて、あまりあの破綻もないみたいなところ、それで,それでいて丁寧に作るってことをやりつつも、まあ、私が好きだったそのホラーだったり、ホラーとかアクションものに関しても、えー、それをうまく。 その丁寧な作品作りってことに織り込んで作るのがこの A24 っていうところの強みだったりとかブランドの信用度になってるんであの見ていて別にそこら辺も,もん私もねなんかあの別にそれで何か思うなんかええっていうこともなく淡々とあの非常にあの質の高い映像があの100分ぐらいだったかな見ることができるんで特に文句はないんですけどうーん。 なんか今回のシビローに関してアメリカ最後の日に関してはちょっとそのアプローチっていうのは今あの世の中、実際ネットでいろんな意見があるんで深くは言いませんこ細かくは言いませんけど実際にあの最初に仕掛けた側とはいえ一方的に力が持ってる側があの下手したらそのエリアに住んでる人たちを全員消滅させるぐらいまで今戦闘が起きて 戦闘が続行されるみたいなことがあったりとか大国がねあの小さい国のところにこうやって攻め入ってきてそれ,、まあ、それに関して防衛するってことに関してはそれはいいんですけどそれに対してあの攻め込まれた側に関して一応まあ援助っていう形ではあるんですけど戦闘を止めることよりもとにかくそこで敵対する陣営同士が代理戦争っていいますかそこであの実際の前線で攻める側攻められる側にしても あのそれぞれね自分の国のために必要なことっていうことで戦ってるのは分かるんですけどここにあのそこまでの必要性があるのかってことで毎日毎日流血が続くっていうようなそんな非常に狂った世界になってる中でこのシビル王の,この今回の静かなタッチうーん私一個人としては逆にちょっとこのこういう静かなタッチであの特に何かあの喜怒哀楽に訴えずに ただ起きていることを提示することによって、皆さんに考えてもらいましょうっていうこのスタンス。ちょっともう、私的には逆にもう古臭く感じてしまいましたね。こういったあの、狂った世界で人間が何をするかっていうことに関しては、逆にこの、やっぱりジョージ・ A ・ロムロの、本当にナイト・オブ・ザ・リビングだったり、デッドだったりとか、ゾンビだったりとか、ジョン・カーペンターのニューヨーク1997だったりとか、場合によってはゼイリブだったりとか。 ちょっとあのこれがね逆にあのえ今見てる方からするとなんかちょっとバカバカしい設定で何だっていう印象を持たれるかもしれませんけどちょっともう世の中がこんなふうになってる以上逆にこういう分かりやすいエンタメっていうところで自分たちの政治とか人間の生き方に関してのえっと思想だったりとか心情っていうものをはっきりと打ち出すような作品の方が 逆にちょっと今は、あのー、いいのかなっていう感じがちょっとしてしまいましたね。今回はちょっとこれを見せられても、しびルを見せられても、なんかもう実際ネットを見ると狂った世界が天空、なんか目の前に広がっている以上、これをわざわざ映画にする意味ってなんかあったのかなっていうぐらい、あと、あのー、本当に、パン、あの、欲求がないからこそパンチがあった時代もあったと思うんですけど、こういうのって。 本当にこれは文字通り何も訴えかけてくることのものもないしパンチもないあと演出の意図自体がそういった統一されたなんか非常にあの非日常が繰り広げられてるのにもかかわらずトーンはあの乱れないっていうことがそれから演出意図なんですけど本当に文字通りそのまんまっていう気がなんかそんな感じで受け取ってしまいましたね。でもしかすると うん、アメリカが公開された当時は、このタッチなんかがちょうど良かったのかもしれませんけど、あと日本語声が、ね、遅れたってところで、何かその、えー、作られた時と、えー、その時の時代っていうのがずれによって私がそういう印象を受けてしまったのかもしれませんけど、これに関して言うと、うん、まあ、あの、受ける受けないっていうのはあると思いますけど、ちょっとやっぱ、 ロメロ・メカーー、ペンターあとは80年代70年代にあの作り出された、えー、色濃くその監督さんたちか作り手たちの考え方が反映された映画の方がこれはちょっとそっちの方があの長くやっぱり人の心に訴えかけるものがあるんじゃないかなっていうような、えー、気が、えー、してしまいました。 なんか私としてはこれ得るものがあるとすればシ b ルを見終わったとやるとすれば改めてこの70年代80年代ぐらいのジャンル監督の自分たちの考えってことを強く打ち出した作品群っていうのはやっぱこれはやっぱ CBO に比べると何枚も何枚も上手だなっていうような,やっぱすなんかあの私のそういったジャンル映画をずっと見てきた世代だからあると思いますけどそういった作品群の方が あの人間がある状況の中であの起こしてしまう異常な行動だけどその一方でそれがその狂った世界の中では当たり前になるっていうこの価値観の逆転だったりとかあのそういった意味においてはやっぱそちらの方が非常に作品としての力はあの強いなっていうような、えー、そういった印象を持って あの私が感じたっていうことがこのしびれを見た時唯一私がちょっと見てよかったなと思えるようなあの感想ですかね。うんちょっとこれはあの非常にこれを見て熱く語れるというものがあればそれ本当に私と違ってなんかラッキーだったなと思うんですけどちょっとこれは私としてはうん。 なんかなんで作ったんだろうなっていうところは私には見えないっていうような感じのものでしかなかったですね。映画がエンタメっていうことであればこれは別にあのビジュアル的なショックっていう意味でもないですけど<え>演出意図がそうだったとはいえ特に何かあの素晴らしい、ね、あの抑揚あの抑揚を抑えた演出演技をされてるんですけど。 とにかくなんかキラーショットがどこにもない。キラーの心に残るシーンもどこにもない。うん。うん、なんかあの、良くない意味で優等生みたいな感じのちょっと映画になってしまったなっていうのが私個人としての感想です。うん。ちょっとさっき挙げたような作品群の特にナイト・オブ・ザ・リブ・デッドだっ 特にあれをちょっとこれはシビルウォーの,あの中であの起きているアメリカっていうのはそれをちょっと感じたんですけどあちらの方がよっぽどあの訴えかけるものとかショッキング度っていうことに関してあと,、えー、と見終わった時にあのシーンってなんかすごかったなってこの演技すごかったなっていうところだけを捉えるんであれば。 うーんなんかこれを、ね、2つ並べるってことに関しても私基準でしかないんですけどちょっとしびれは、ごめんなさい、きつい言い方になっちゃうんですよ、あのー。特に何も私の中で得るものはなかったっていう感じですかね。うん、ただ絵はすごいんですよね、戦闘シーンとかリアルなところとか、あとそれをねカメラをこうやって構えながらこうやって主人公たちが追っていくとかも。 なんか実際今ねこういうことが起きたらこういうふうに映像になるんだろうなって気はするんですけどうんそれにしてもなんか今時といいますかなん YouTube でいろんな映像が流れる時代になったんでまあ実際ね演出された映像よりもなんか実際のこの YouTube であの流れてる映像の方がうん,なんか 実は結構開けなかったりするところがそこが面白いのかもしれませんけどやっぱ映像にしてまあね古い,もう古い世代なんで映画っていうスクリーンでねこういうものをやるときに果たしてこの今時のこのネットっていうものがやっぱりあの情報源であったりとかもしかすると私の世代からすると劇映画的なところのエンターテインメントっていうところを担いつつあるような。 時代の中で作るとしたら、このシビルーの描き方とか正解なのかもしれないけど、うーん、だったら、YouTube とか SNS で見るちょっとした記事だったりとか動画、そっちの方がよっぽど映画的、まあこれもね、失礼な言い方なんですけど、なんか、いろいろと考えさせるっていう意味では、そちらの方が本当にすごいなっていうふうな、 印象もしかしたらそういう時代になってしまったということなのかもしれませんけどそんなあのちょっと物足りなさっていいますかそういうものを、えー、感想しか持つことがこのシビルをアメリカ最後の日に関しては、うん、できませんでしたうんまあ多分私のこの感受性っていうかこのアンテナの限界なのかもしれませんけどやっぱちょっとスクリーンでやる以上は やっぱ何かちょっと作り手側で何かちょっと残してもらうっていうものがないとわざわざこの、ね、2000円近くのお金を払ってみるこの行為っていうことに関してこのシビル王アメリカ最後の日はちょっとそれには答えられていないんではないかっていうような、えー、感じでしたただねこれが本当に80年代90年代70年代から90年代ぐらいの感じのものを今やったからといってじゃあどうだったかっていうのはちょっとわからないんですけどね ただ、扱ってる題材がこういうもので、なんかもう、このね、さっきご紹介した、ブッシュウィ教クの時代と違って、もっとこの絵描かれてる、こういうことって起きるんじゃないかっていうことに関しては、日本人である私であっても、うん、なんかあるかもしれないなっていう感じで、そういう、そういうリアルさがあの感じられるような状況になってにもかかわらず、まあ、状況だからこそ、こういう抑えた感じなのかもしれませんけど。う ちょっとまあいろんなリスクはあると思いますけど、他の A24 みたいな感じで、もっともっとあのー、訴えかけたいこととか、それはちょっとわかりやすくやっていただいてもよかったのかな、というふうな、えー、気がしました。はい。えー、特にちょっと短い感想ですけどね。うん、なんかとにかく私の中では、 映画としては非常に残念な、えー、感じでした。はい。ちょっと好きな方がね、いらっしゃると何,を何も分かってねえな、お前やっていうことなんですけど、すいません。あくまでも、あの、ちょっとそういったジャンル映画で政治心、なんか政治的な思想とか心情を結構、あの、エンタメにこうやって、私からするとうまく織り込んだ作品をずっそういうものも見ながら今に至って生きてきた世代の私からすると、そんな印象を受けた。 えー、作品でした、はい、すいませんあの、えー、なので、えー、私と違って本当にこれすごいなとなんか体にどんどんなんか衝撃が伝わってくるみたいな感じの印象を受けた方もいらっしゃると思うんですけどもしそういう方がねあのここまで感想私の感想のこの拙ない感想をね見ていただいたとしたら本当にすいませんあのー、ちょっとなんかんせっかく作ってくれたんだったらもうちょっとなんとか。 なんか他のアプローチがあったんじゃないかっていうのがね。ちょっと私のえっ、ー、と感想でございます。はい、えー、なんかね。ちょっと盛り上げて喋ろうかなと思ったんですけど、すいません。ちょっとそんな感じですね。あの、私の中では本当にロメロとかカーペンターってなんかよくエンタメの中にあれだけうまく織り込んでくれたんだなっていうところの逆のあの改めて再評価って言いますか？ そちらの気持ちを呼び起こしてくれたっていうそこの一点だけでございました今回のシビローの,あの見てよかったなっていう思ったあの点に関してはねはいとで、えー、すいませんちょっとなんかあんまり景気の良くない感じの感想会でございました、えーまあ、こんな感じでね、あのー、できるだけちょっと あの、まあ、消費者っていうか観客目線でね、あの、まあ、そう言っても、皆さん全員の観客の目線の気持ちってのは代弁できないんですけど、まあ、ちょっとそんな感じのスタンスでね、あの、日々、あの、頑張ってるチャンネルでございますので、ね、ぜひ、あの、動画のいいねとチャンネルの登録、あの、イトとよろしくお願いします。はい。えー、ということでね、また、あの、新作映画、えー、ご紹介していきたいと思いますので、えー、ぜひぜひ、えー、こちらのチャンネル、イトとご愛顧のほど、 何卒よろしくお願い申し上げます。はい。ということでまた、えー、次回何かの映画の感想でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。